皆さんこんにちは、ゆずきしろうです。はい、今夜もデッドバイデイライトのお時間がやってまいりました。さあ今夜もね、血まみれめぐちゃん、こちらのパークでやっていきたいと思います。うん、アイテムたまには何か持ってっか、フラッシュライトあたり。うん、いやほんとフラッシュライト使わないからね、いっぱい持ってんだなっていう感じで、今回ねビルジーツールボックスのちクローデットからのビルちゃんとね、ビルちゃんがちょっと多めとなっております。うん、いやクローデットの方もね、使えるようにはなっているものの、やっぱりね、ほんとチェイスとかが難しいよね。なんかそのチェイス用のパークとかでは全くないので、救出メインなんだよね。だから救出メインのクローデットがこう見つかってしまうと結構危ういところなんだよね。なので今回はね、またしてもメグちゃんでね、やっていきたいと思います。まあメグちゃんもほんと強いからね。ただボロタイムが持ってないから、いざって時がちょっと救出が難しいっていう感じにねなるかと思いますけど、やっぱね一番めぐちゃんが大好きかな。うん。あとはこのポニーテールとかもね、ずっとプレイしてるとね、ポニーテールがバグってくるくる回るのもね結構可愛いんだなという感じで、今回あ沼地だ、いいねこれ、沼地めぐちゃん。うん、さあ今回の殺人鬼なんだろう。沼地めぐちゃんで、ちょろちょろ外回りから行きましょうか。ん？やだ、なんかラグい気がする。ほら、ちょっと、あ、やだ、ドキドキしてる。あ、これ、アイテムの効果を今、出てたね。あ、ドクターだ。これ、ドクターの固有パークなんだな。ドクター固有パークで、アイテムの消費をこう、早めるっていうものか。えい、雷には当たっていかないようにするぞ、これ。当ててみろや！ほれい、避けていくわい。ガクガクだけどね、ハッとこれ、あアドオンかなんかであれ増やしてないね、あの雷の範囲ってなってくると、雷に当たらんようにすれば長いことチェイスできるぞ。この草を使うか、ここ視界悪いから。ガクガクやん今回。ガクガクで、ここでくる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 回ってこう厄介な生存者をねやってみよう。あ草むらがなくなった、どうだ来るか。草にまだ固執してる、あ草に固執してる、さっきあそこずっと回ってたもんね。 OK、 ただ今回はねメグちゃんライトウェイト、ライトウェイトメグちゃんだからな。ここでちょっとしゃがんでみよう。うん、すごいガクガクするねこれ。おっと気づいてないようや、危なかったねあれ、雷放たれてたらバレてたけどっていう感じか。いやほんとね、ラグい部屋とかあったりするのよねこれ。あっちで生存者が、まあカチカチやってたから見つかっちゃったって感じか。で中央もねできれば1個つけていきたいけど、すごいガクガク。まあラグ部屋ねこれ本当にひどいのよね。まだねこれぐらいだったらまだたまにある感じ、これよりもっとひどいラグ部屋ってこともあるんだよね。ねラグ部屋だった場合のトラッパーってほんとやばいんだよね。なんか誰かがこう引っ掛けられて助けに行こうとして、トラバサミね近く解除しようとしてもラグでぶっ飛ばされて、トラップかかることが多いんだよね。あそこチェイスか、頑張ってくれ。中央も1個つけていきたい。あナイスいた、ナイスいた、ナイスいた。 OK、 今回の殺人鬼の傾向として多分電撃を当ててポイント結構貯めていきたいんだろうね、最初の段階で。だからあそこでも避けまくればもうほんとすっごい時間稼げて助かる。ただちょっとクローデットの方が当たってるな、なんとなく陽動が効きそうだよね。ちょっとこうフェイントとかかけるとなんとなく効きそうな雰囲気だな。さあ私中央ここね頑張ってつけていこう。一人が長いことチェイスしてくれてる。私も最初見つかった時一回も切られなかったからね、いやほんと良かったなあれ。うん、えつけられるか、こっちまで来てんの、あこっちまで逃げてきたんだ。あれ別の生存者じゃないかそれ、あもうちょっとあったんだけどな、惜しかったな中央。あそこか、向こうでチェス、ちょっといいか、おあぶねあぶねこれ、どうどっちから来る、向こうからスッと来るかな。すっごい走ってて、あはずっと壊してる、あやば気づかれたかな、行くべ走っていくわい、足らんようにしていこう。おっと地下室からのくるっとこれ。下行ったかなと見せかけて上に戻って、壊れた発電機を、あそっか正気戻すになっちゃうんだこれ、初期戻していくか、来るかな、いや気づかれてんなこれ、叫んじゃ、あ近い人一人、 OK、 じゃあ私がちょっと向こう持っていきましょう。
あれ壊れたはずだけど、ほんのちょっとねミリでもいいからいじりたかったけど、ドクターアイデでねこう電撃のレベルがね上がってきちゃうと、正気を戻さないとね何も行動ができないってことになっちゃうんだよね。じゃあここでちょっと正気を保っていこう。うん、気づかれてない。ライトウェイトだから多分足跡もね早く消えてちょっと厄介だと。で中央に今生存者が出てきたってことは中央の最初にいなくなったんだろうね。 OK、 ちょっとここミリだけ動かしとこう。で、あーまだ中央固執してるな。ここ結構いたからな。おっと大丈夫か生存者、どこ行った殺人鬼。中央かな。まあそこね確かに発電機中央ね結構いけてたけど、多分あれ固執してんじゃないかな殺人鬼は。中央の発電機ここどうせ戻ってくるやろうって。でそうなってくるとね中央に戻らずに他の発電機を直してる方が意外と安全だったりする。で中央でビル G がチェイス、ちょっと戻っていこうか。ビルが向こうまで離してくれれば中央戻ってきてんな。これ大丈夫かじいちゃん、それ大丈夫か。でちょっと2階の発電機、さあ2階に殺人鬼が来た来た来た来てんじゃないかそれ行くわい連れて行くわい、こっちの方に。どうだ、んーこっちまでは、あ来てる来てる来てるけど多分陽動が効きそうな感じがするな。これちょっとしたこれ、よしよし草草草草で行こう。さっき草でなんとかチェイスできたんやこれで。ここら辺から向こうに行ったと見せ、おぶれあぶれあぶれ、真下血の跡見られたら今見つかってたわ。よかった、あっち行ったと見えたみたいな殺人鬼からして。よかった、このね草むらのこの切れ目のなんだろうな、この地面が見えてるところってさ怪我してる生存者に血の跡が見えやすいんだよね。そこがあんま見られてなかったからよかった、うん、そうね。ライトウェイトでたとえね足跡が消えやすかったとしても怪我するとねどうしても血の跡がね残っちゃって、どっち方面に行ったのかっていうのが分かっちゃうんだよね。結構勘のいい殺人鬼とかだとね、そうね血の跡でどっち方面に逃げたっていうのを探知するんだよね。直線的に血の跡が残ってたのに途中で切れてるってなってくると、あこの近くしゃがんで隠れてんだなっていうのがバレちゃうんだよね。さあ一人がね切られてこっちまで来てんな。じゃあもう一回ちょっと中央付近かな、いけるかな、そこいるんだね。うーんどうかな、2階のところもダメかな、結構巻き戻っちゃったかな。あーダウンか。いやでもここはね2階も頑張ってつけていこうか。こうなってくるとどこかに吊るされるけど、その吊るされてる間に発電機ちょっとでもいじっていきたい。どうメーター半分ぐらいか、メーター半分か、まだなんとかいけそう。ね中央に今殺人鬼違う生存者来てるの気づいてるから中央戻ってくるかな。ここら辺でちょんと休んでよ。あ来た来た、あ来たけど大丈夫、草で守られてた。さあどうだ、私じゃないな、私に気づいたかと思ったけど違った、向こう行ったね。ボロータイムナイス、クローデとかボロータイムかで、クローデと直してあげよう。ちょっと待ってろ、今直してあげるから、ちょっと待ってクローデと、そんな走っていかないで、追われてないから大丈夫だよ、待ってクローデと、あラグで、ちょっと待って止まってくれクローデと、もう大丈夫、こらこらこっちこっちこっちフラッシュライト持ってる時はね本当これ生存者止めやすいんでね、カチカチするからさ、フラッシュライト持ってないと気づいてもらえないこともあるんだよね。さあボロータイムだから2段階直してと。 OK よし、さあ発電機頑張ろう。いやこれみんな元気になったからな。で残り発電機1個かってなってくるとどうだろうな。あ発電機のとこ来てるな、戻ってきてる。今回発電機が近いんだよね、中央とその付近に多分残ってんだよね。そこか、こっちの発電機どうかな、あこっち来てる、向こうのこれ警戒が終わったようだね。でビルじいちゃんがあっちか、オッケービルじいちゃん見つかったかな。ちょっとここもうならすとこ、ここダミーにしようかな。中央はねちょっと難しそうだ、あ来てるか、向こう来てるな。中央戻ってって中央も頑張った方がいいかな。さっきじいちゃんがつけてたところもね多分他の生存者と協力して頑張るかも。で1個ダミーを作ったからちょっと中央に戻っていこう。うん、あんなとこにもいるな生存者、ここはどうかな、戻ってきてるな。ちょっとここもダミーにしとこうか、あ電撃で探知しようとしてる。さあこれで中央もねちょっとこれ治ってるから殺人鬼警戒するかも。ビルが追われてるわけではないか、あっちいる、
そうだね、3カ所近いね。三角形ぐらいの形のところでこれ発電機があるとさ、私がこれ気づかれたけど来るか。なんとなく発電機をね警戒してるだけの気がするな。さあ正気を取り戻してね、少しずつメーター頑張っていきましょう。中央のところまで殺人鬼登ってくるかなってところだよね。中央がチャンスあるかもな。ここ2階も登ってくる手間もかかるしっていうので、そうなると殺人鬼もここ来るの大変なんだよね。さあどうだ、なんだったらここでカチャカチャ音出してさ、こっちにおびき寄せたい。さあ来たか、来ない。うん、発電機に張ってるな。多分3箇所の発電機を警戒してっていう動きかな。うん、そうなってくると別の発電機だな。ちょっと中央はね、生存者からしてもやっぱりつけづらいから、で板とかももうないからね、逃走経路がやっぱなくなってくると、そうなってくると別の発電機を生存者と一緒に協力して一点集中した方がいいかな。さあこちらからぐるっと回っていこう。うん、でも誰かがチェイスして時間を稼げればつけきれそうだけどっていう感じか。どこだ、中央に来てんな殺人鬼。うん、生存者ではなさそう。そこか、すぐそこにある。あの発電機もいいね。あの発電機ちょっといじろうかな。でまだ壊れてるからいないなっつって。さあ、ここ木でね。あー大丈夫、あっちの木が危なかったようだね。で崖の上に登って見てるけど見つからないと。うん、オッケー、じゃあちょっと戻っていこう。さあここでね、なんだったらダミーにしちゃってもいいかも。ちょっといじってさ、ビル地来たの、何やつビル。じゃあここ本命にするかな。どうかな、中央には誰も行ってないってことは、もう一個この地面のところに設置してた発電機。お、ナイス、3人これいいぞ。あ、来てるね。ギリギリまでいじって生存者がねチョロチョロしてる空振ってる。そうなんだよね、ドクターってさ、あ、フラッシュライトかな。攻撃の範囲が結構狭いからね、難しいんだよね攻撃やってるの。さあ発電機を壊すか。うん、で壊して、あ、向こうか、ビル向こういたもんね、チョロ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 してたから。で電撃を当てようと探知しようとしてるのか。でミリだけいじって、このミリいじりの発電機って本当音しないで、あ戻ってきたこっちや、あダメだ、発電機にやっぱり3箇所頑張って直してんだな。これ生存者がね何人かで協力できれば、あの発電機がね直しきれそう。本気で追いかけに来ないようだね。確かに本気で追いかけに来る、あ、中央ちょっと戻ってたんだよね。でまた戻ってくるかなこっち。あ来てる来てる行くわい、こっち行くわい。どれどれ、ここら辺でちょっとしゃがんでみよう。あぶ、危ない、危ねえ。ちょっと殺人鬼からすると見えなかったんだなこっちの方。あ危なかったな。じゃあもう一回戻っていこう。うん、多分これ巡回ルートを怠らんようにって感じだね。で中央一人いじって、多分向こう側も地面とこの地面のところにも一人いないかな。さあこっちちょっとまたいじって、ちょろっとつけては殺人鬼をやり過ごしてと。さあこの金石の上戻ってたなあっちもうねこれ何回も何回もこれほんとちょろっといじりをやってと。あっちで切られてるってなってくると、ここクローデットが戻ってくるかな、戻ってきてくれてるかな。2人でここ頑張れば、あー戻ってきた。1回切るだけ切って警戒して、あクローデットが今度ちょっとターゲット取るか、いや取らないなこれ。殺人鬼1回壊すの優先だな、壊すの優先で、あれ戻ってくんじゃないかな多分。クローデットの位置もちょっとよく分かんなくなってて、あ板板出てる。いやでもあれね戻ってきそうだな、追いかけてないもん、板壊してるもん、板壊してやっぱ戻ってきた。ナイス生存者で、発電機がねついて、こっちの方のゲートが安全そう。んー、どっちだ、こっち戻ってきてんのかな、もう一箇所探した方がいいか。いやでもやっぱ向こうかな、あそこの警戒を怠らなければっていう。こっち来ないかな、向こう側行けばいいけど。どうだ、クローデットがガクガクだ、すごいガクガク、すごいなこれ。あやべ来てるぞクローデット、走れ走れ走れ、危ないぞ2人走っていくわい。これさあどっちだ、私か、元気な方をひとまず切りたいと。あらいなくなった、クローデットにシフトしてたんかな。
ってなってくるとね、さっきのゲートにちょっと来てるから、もう一個のゲート探した方が早いかもな。あそこ開けきるの難しそうだね。下手したら殺人鬼戻っていく可能性もあるしっていう感じか。あ、クロデットかな。あ、見つかっちゃった。じゃあ私がゲート開けるかな。クロデット救出かな。どこ、中央かな。中央来るんだったら私がもうここで待機していきたい。どう、地下室あるんだよここに。地下室まで持ってくる。2人が治ってる。 OK、 ナイス。ゲートのとこで直し終わったのかな2人で。さあどうだ、殺人鬼来るか。来るんだったらフラッシュライト当てられるぞ。まだ、いや違うな、ちょっと離れたところか。あっちに2人か。向こうにゲートがあるんだな。さあチュルチュルしてるぞ2人とも。よし、みんなで救おう。1人ボロタイム使っちゃったけど、どうかな、いける。あ、ここら辺でチュルチュル。おっと殺人鬼、あ、行ったかな、行ったかな。私が切られよう。どうだ、今行けたか。あ、行けてないか。連携が難しいな。いやこれちょっと待って、切られ損だな私これ。いけるか、救えるかそれ。ちょっとこっちの方行こう。ゲートどこにあるか分かんなかった。あれ、救えてない。今救うモーションが出たけど、あれ、あ、ダウンしちゃった。あーそっか、ちょっとラグくて多分救おうとしてキャンセルされたんだろうね。黒で切られてんな、これやばいぞ。もう一人が助けれればって感じだけど、あれ殺人鬼張ってるだろうな。生存者みんないたもん、あそこ。クロデット、いける？今だよ、生存者。いけるか？あー、でも足りない。惜しかったな。いや、これやばいぞ、このラグ。救出もほんとラグくて。おー、こっちかい。こっちや。え、出て出て。どうだ？どうだ？いけるか？生存者。お、逃げた。よかった。鉄は持ちじゃないんだ。でもこれ私が肉壁になれんからな、一回切られたから。でも一回切られたことによってって感じが。ちょっと待って、ビル。そんなところで直さないで頼む。ギリギリのところでやってくれ。あ、ちょっとやめて、ビル。来てるから、殺人鬼。離してくれ。離してくれ。フラッシュライト当ててる。はい、ということでね、無事脱出でございました。いやー、ラグかったね。あれ危なかったね。最後のところであそこでビルで直してもらってたけど、たぶんあれ下手したらね、あそこでダウン取ったりするから、ほんとギリギリのところに立ってないといけないと、という感じで、4人中3人か。クロデット惜しかったけどね、うん、という感じでございました。でポイントの方1万5000か、死んでしまったクロデットも1万ポイントか。で殺人鬼も1万ポイント以上でございました。ありがとうございます。殺人鬼あれだね、アイテムの使用量を増やすっていうパークだけだったんだね。あれも厄介なんだよね。多分今回ね、メンバーがフラッシュライトをね持ってるのを言って警戒してたのかな。あとツールボックスもねちょっと警戒してたかもしれないと。さあ、そしてねちょっとこちらねポイントの方をね割り振っていきましょう。クローデットもねちょっと先に自己治療だけ取りたいんだよね。出てこないかなっていう感じでね、ちょっとこちらね上げております。さああとはここら辺かな。ちょっとポイントなくなっちゃったか。またポイント試し台ね、クローデットの方も育てていきたいと思います。はい、いやーほんとね、デッドバイデイライトね、その殺人鬼の回線によってはああやってねラグい部屋があると。あれぐらいだったらね、まだよくあるラグなんだよね。あれよりもっとひどいラグ部屋とかがあってね、もうほんと瞬間移動がひどすぎてっていうこともねちょいちょいあると。デッドバイデイライトプレイしている方ではね、またこのラグかっていう感じで、ね、結構生存者とかからするとねうんざりしかねないんだけど、まあ今回はね殺人鬼が発電機にね固執してくれたおかげで、まあなんとかなったと。まあね、ドクターもねパークが揃ってるとねもっとやばかったかもしれないっていう感じかな。ではあったものの、まあ今後ねドクターの方も結構みんなポイントをね貯めて、今ね温存してんだよね、みんなポイントを貯めて、ドクターの方ねパークいいの出るまでは使わないっていう感じで温存してて、パークが揃い次第ねドクターも使ってくる人が増えてくるんじゃないかなっていうところ。まあ殺人鬼の電撃もね当たれば当たるほどポイントの方がね美味しい感じになっておりますので、まあ、ちょっと人気になってくるんじゃないかなというところ。ただ全滅するためにはね結構殺人鬼の方もテクニックとかね駆け引きが必要になってくるので、まあ、今後ねまたドクター相手の動画とかもね増えるかもしれませんけど、まあいろいろね楽しみにしていただけたらと思います。
まあ、そのアップデート、ね、バージョンが上がってトラッパーがねちょっとトラバサミがかけられなくなったりとかね、肉掛けフックの真下にかけられなくなったり、あとはハグのね、瞬間移動がすぐにでもね動けるようになったっていうのは本当にこれ生存者からするとね恐怖でしかないと、うん、になってきますけど、まあ、今後ねいろんな殺人鬼が多分増えてくると思いますのでね、私もこう楽しみにしながら、また今シーズンもねランク15なのでコツコツランク上げていきたいと思います。はい、それではまた次回、ゆずきしろでした。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから登録よろしくお願いします。